こんにちは、即課塾の久保です。今回ですね、カルダノの価格予測2022ということで記事を見つけましたんで、ちょっとこちらをね、読んで考えてみようかと思います。このように書かれています。カルダノネットワークは技術開発の観点から今年最も活発な暗号の一つです。カルダノは、体のフ,フ,ファードフォークが発生すると、ユーザーがスマートコントラストを検 理解できるようになると発表しましまたこれは体の2022年ににに投資すすするるためのの有益なネットワークにするのに十分だと思いますかこの体の価格予想のチャートに行きそれをチェックしてみましょうということなんですけども、えー、レジスタンスがこのように書かれていたりとかサポートが書かれてますよねあくまでも FX 的な解釈なんですけども、まあ、これがあの暗号通貨にうんなんか通用するのかどうかっていうのは何とも言えないですね。 で、暗号通貨は熊に対して強い、強気のシグナルを示している、うんぬんかぬんと書かれていまして、このグラフでは暗号通貨は、えー、1.33ドルの高騰、高価格で取引されており、1年間の成,立成長率はプラス1200%を超えると書いてますね。で、ADA は5.074ドルのレジスタンスレベルを破ることができるかもしれないということで、5ドルを超えるんじゃないかと。年末までに6ドルを超える可能性もあると書かれてますね。 そして2022年には7ドルから10ドルに達する可能性がありますと書かれてますけども、現時点10月の時点で1ドルにも満たない、1ドルの半分くらいですからね。なんとも言えないですね。この価格予想ってのはいつ頃したのかなずいぶん前にしたんじゃないですか体の価格予測、A ダは2 0 2十年に10ドルに達するでしょうと。ね。だといいんですけどもね。うん。いろいろと書かれてみますんで、これからもこれ、 いいいろろとと引っ張り出しして検証しようと思います2023年は12ドルに達すると書かれてますねえー、2022年の前半は最大8ドルまで急成長ということでこれ記事書いた人ちょっと訂正した方がいいんじゃないかなと思いますさすがに <laughs> でもねこういうふうな好条件を予測するような記事をたくさん書くことによってだったら買っておこうかなって方がたくさん増えて本当にその通りになるってこともあると思うんですよそういう意味では特に反対しませんけどもね 体の「ね、カルダノと」は何ですかっていうところも一遍読み合わせした方が良さそうですねはいじゃあ今回はこんなことでございました皆さんどう思われますかでは